私どもは塚田仁志後援会若者の会と申します。本日はですね、この松原団地の駅をお借りしまして、皆さんに塚田は13ということで日本を守る演説会、を行いたいと思います。これはですね、塚田仁志の後援会に、入っています若者の会という、若者たちで構成されたメンバーで、平和安全法制についての賛成の意見での演説というものを、皆さんから、していただきたいと思っております。お時間のある方はご静聴よろしくお願いいたします。それでは、1番目の、方にお話をしていただきたいと思います。地域のために頑張りたいと選挙直前に立候補を決意、昨年10月の草加市議会議員選挙で見事初当選をしました。草加花火大会を手掛ける草加市における保守系期待の新人であります、佐藤力さん、よろしくお願いいたします。皆様改めましてこんばんは。私は草加市で市議会議員をしております佐藤力と申します。先ほどまでここでは共産党さんが安全保障関連法案反対の演説をしていました。で、私たちは保守系なのでこれからの賛成の各々みんな思うところをですね、喋らせていただくんですけども、大変幸せな国ですよね。反対してたり、シールとか大学生とかいっぱい反対してましたけども、で、またやり方もですね、ちょっと強行採決とも言われてて、ちょっとまずい面もあったのかなと思いますけども、大変幸せな国だなと今改めて実感をしております。いや、それにしても秋ですね。秋といえば戻りがつお、そして脂の乗った美味しいサンマというわけで、今日ですね、弁士がいっぱい黄色いジャンパー着てるのがいっぱいいるんですけども、みんな30代40代油の滴るいい男ということで、誰も受けてくれませんけども、今からちょっとだけ喋らせていただきます。というわけでですね、まず憲法第9条第2項に自衛隊というか軍事力が認めてないんですね、日本の憲法では。で、なぜかというと、第二次世界大戦の前まで日本大日本帝国憲法ということで、世界の、欧米列強と肩を並べる軍事大国でありました。それが戦争に負けたことによって進駐軍 GHQ が入ってきて、もう二度とアメリカに歯向かわせないようにしようということで軍事力の保持を認めなかったんですね。今がかつてこの時代に自分の国に軍隊を認めてない国なんてありません。例えば自分家の表現が乱暴ですけども、自分家の子供、うちも娘が今高校生でレイクタウンまで毎日自転車で通ってます。自分家の子供が襲われてたら、まず間違いなく自分家の親父は助けます。で、隣の家の子供がやられてたら多分助けに行きます。多分そういうことが多分集団的自衛権ということだと思うんですけども、初めにですね、だからまず GHQ の作った憲法9条を私は改正をするべきだと思ってます。で、また自衛隊なんでできたかというと、アメリカが要は当時ですが、1950年代戦争を負けてからソビエトだったり中国が台頭してきて、北朝鮮じゃないですか、朝鮮戦争が始まって、進駐軍が日本を守るの大国になったんですね。で、それで自前の軍隊を持たせようということで自衛隊を作ったんですけども、で、自衛隊は誰がどう見てもどこから見ても軍隊軍事力だと思います。で、予算規模で見ても世界で第4位第5位の軍事予算を取ってます。また兵器も素晴らしい兵器を持ってます。で、ただですね、今回反対的に共産党だったりシールズがすごい反対してたのは、徴兵制であったり戦争する国にするのが反対だということをおっしゃってました。でも間違いなく戦争をしたりすることはないですし、徴兵制が始まることもありません。で、ただですね、 PKO とかで今までできなかった駆けつけ警護といって、先ほど女の子の例を出しましたけども、隣の人が撃たれてたらそれを自衛隊が助けにということで、弾が飛び交っているところに行くんですから、もしかしたら死ぬ自衛隊が死んでしまったり、また人を辞めたりすることも可能性としては残っていると思います。で、ただ世界の情勢を見たときに、そこをですね、見過ごすことはできない。今ですね、アメリカの日米安全保障条約をもとにアメリカに日本を守られています。でもそこを自分たちで守っていかないと、決して日本は世界では発言力も出ませんし、とても大切な法案だと考えております。で、今日1人持ち時間が3分ということで、今カンペが出まして3分経ったので、もう降りろということなので、最後に1つだけ
皆さん絶対にですね、テレビとかマスコミに惑わされないでください。古舘伊知郎とかですね、身のもんたに騙されてちゃダメです。皆さんそれぞれ自分でこういろいろですね、例えば国会議員でもいいですし、その辺で捕まえて、福田さんもちょっとこの辺で駅で挨拶してますので捕まえて、ぜひですねお話を聞いていただければいいなと思っています。というわけで私の持ち時間過ぎましたので終わらせていただきます。ありがとうございました。今日は一般市民の立場からこの法案について私の考えを述べさせていただきます。平和安全法制や先の国会で成立しました。国土の保全、財産の保全、人命の保全なくしては平和はありえませんし、人の幸福もありえません。地続きで国境がある国などは常にその緊張にさらされています。日本は周りを海に囲まれているため、残念ながらほとんどの日本人はその意識があまりにも欠落しています。尖閣諸島や竹島の周りは話題はテレビでたびたび放映されておりますが、ほとんどの日本人は実感として感じることは少なく、むしろ他人事のような感じです。最近のニュースで話題になっているヨーロッパに押し寄せるシリア難民の惨状も日本では実感として感じることはありません。日本は先の大戦の教訓を生かし、平和で安心安全な国づくりをしてきました。現在もこれからも平和な国づくりを行っていき、戦争のない世の中を作っていくのは当たり前のことです。でも現状の日本は残念ながら平和であるがために平和を消してしまっていることも事実だと思います。幸いにして日本は戦後70年紛争に巻き込まれておりません。帰る家がある、帰る国があることがどれほど大事なことか実感している日本人は少ないのではないかと思います。日本は憲法では戦争をしてはいけないと明記しています。明記されていることは誰も破ってはいけません。でももし仮に外からの攻撃を受け巻き添えに遭うような事態になったときに一体どうするのでしょうか。戦争反対といって声を上げ、プラカードを上げ反対と叫べば攻撃が止まるのでしょうか。攻撃される事態にならないように国民の生命や財産を守るためには防衛が必要です。家族が暴力を受けたり家が破壊されたりすれば、自分を守るため、家族を守るため、阻止するための行動が誰でも行うと思います。自分に危険が迫るときは身を守る、それこそ自己防衛です。人間も動物も植物も本来生き物として誰でも持っている本能だと思います。だからこそ国でも同じではないですか。日本の自分の国を守る、自分自らを守るために必要な備えを行うこと、それが今これから国を守る防衛、自己防衛だと思います。そして今一番しなければならないことは、自己防衛をしながら最大の対話による平和外交をより一層行うべきではないかと思います。今回成立した平和安全法制は最悪のケースを想定した場合のリスクを最小化するために必要な備えであるための法整備で、戦争を起こすような法律ではありません。今の日本には過去に起こした悲惨な体験を教訓にして、自国のことは自国で守るための環境を作るために環境整備が絶対に必要です。皆さんいろいろな考え方を持っておられます。皆さんの考えを取り入れながら平和安全法制を整備して平和な日本を皆さんで作っていきませんか。ご清聴ありがとうございました。私は草加に生まれ41年間この町で育ってきました。同級生の皆さん、高校生の皆さん、皆さんはいつも幸せを感じておりますか。平和を感じておりますか。私はこの41年間戦争もなく本当に平和を感じております。しかし今の日本を取り巻く近隣との情勢、皆さんはどのように思っておられますか。尖閣、いろんな日本の島々を中国をはじめ諸国が武力行使で乗っ取り、そういった状況で日本は海上自衛隊のみ自衛隊派遣はできない、そんな状態でこの美しい日本が守れるのでしょうか。
かし、私も戦争にははっきりと反対と申します。誰が戦争をしたく法律を決めるでしょう。誰が国民のために戦争を起こすんでしょう。そういう時代はもうとっくに過ぎております。しかし守るべきものを守るための法の整備、これをせざるに今までの日本がアメリカ頼りでアメリカの言いなり、そんな状態でなぜ自国を守るのでしょう。先ほど地元の市会議員佐藤議員より自分たちの自分の家族を皆様はどのように守るか、そういう問いがありました。日本も一緒です。日本の国は日本人が守るのです。今のマスコミ、ひたすら何かをすれば危機を煽る、国民の動揺を誘い視聴率を上げる、すべてにおいてそのような状態で国民誘導に走るマスコミに対し、国民は、日本人は純粋です。すぐにそれを鵜呑みにし、仕掛けられたデモ活動に参加し、ただ戦争反対、戦争反対と、ただ大きな声を上げているだけ。なぜ本当の目的であるこの平和法案の制定の議論を国会ではしないのでしょう。それは民主党をはじめ野党はその議論をしても国民の動揺を誘えないだろう。一つ一つ細かいところで危険を煽り、こうなったらどうする、こうやって戦争が始まるだろうっていう形でみんなさんに訴え、そして煽りデモへと導くのです。どうか皆さん、これを機に高校生の選挙権もスタートします。日本について、平和について皆さんでもう一度原点に戻って、平和を守るためにはどうしたらいいかを考えていってほしいと思います。私は本当にただの一市民です。細かいところまでは勉強不足で分かりませんけども、これからも平和について考えていこうと思います。ご清聴ありがとうございました。こちらです。初めての演説ということもありまして、少々緊張しています。考えてきたものを、読ませていただきます。まず、平和とは何でしょうか。豊かで安心な社会であり、争いごともなく未来においても平穏が続くことと私は思っています。私たちの暮らす日本は平和でしょうか。ほとんどの人が衣食住を保障され、豊かで安心で、またどこでも清潔に保たれていて、誰もが平和な国であると考えるのではないでしょうか。しかし未来においては不安なことが付きまとっている状況であると私は考えます。また日本だけが平和であって良いものかと私は前々から思っておりました。今も争い事が絶えず、いつでも弱い立場の人が悲しい思いをしていることと思います。歴史をたどれば常に争い事があり、さっきの大戦では大変悲惨な状況に多くの悲しみにあったと認識しております。そこに多くを学び、最も平和を尊く人種が私たち日本人ではないでしょうか。だからこそ国際社会に対する日本の役割は、戦争から起こる悲劇があってはならないと訴え続け、国際社会をリードする気概を示す必要があると思います。ただし自国を自分たちで守ることが困難な状況では、どこの国々も耳を貸さないでしょう。この度の平和安全法制により一歩前進できたと私は思います。それと私たちの国を守り続けていくことも重要です。国民の命と平和な暮らしを守ることも大切と同時に、世界に誇れる日本の伝統や文化、また日本独自のこの素晴らしい文明を未来永劫守り続けていくことが大変重要ではないでしょうか。多くの先人が命を懸けて守り続けてくださいました。そしてまた重要なことは、日本の領海領土を守ることではないでしょうか。現在に至っても私たちの国の領海領土が脅かされている状況は皆様が承知していることと考えます。平和安全法制の成立でさらに抑止力を高め、数々の問題に対処していただきたく思いますし、
西へから紡がれている日本の文明、文化、伝統、私たち国民一人一人の宝であり、私たちはそれを守り抜き、未来に引き継いでいく役割があると心得ます。日本は独立した国家です。国際社会の中でどこの国とも対等であります。世界の国々が平和を求め、皆の幸福を追求していくために、力強い日本であってほしいと願いまして、私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。地元草加市の田中典光でございます。今回のこのキカワダアワー、テーマが平和安全法制としてお話しさせております。昨年の10月に私市会議員に初当選させていただきました。その時から、その前からですけども、政治とは何かなってずっと考え続けてたんですけども、少しだけ答えがまとまってきたように感じます。政治とは何かと問われれば、それは現状を、いろいろ現状不都合なことはございますが、それを実情に合わせていく、それが政治ではないかと思います。市会議員は市のことを中心に行っております。国会議員は国のことを中心に行っております。今回の平和安全法制、もともとなんでこんな法案が出てきたのかという問題でございますが、お分かりの方も多数いらっしゃると思います。どうしても中国という大国、なかなか安倍首相とかなかなか口に出しませんが、その中国の台頭というのはどうしてもこの平和安全法制切っても切れないということでございます。中国は今太平洋の覇権を狙ってございます。ただ今のこの太平洋の覇権、潜水艦が主力となってくる、こういう現状がございます。戦略元帥と言われる核兵器を積んだ潜水艦をこの太平洋に沈めて、いつでもそれミサイルを撃っていきたい、これ極端な例ですけども、そしてアメリカを射程に抑えていきたい、そういう、切り札ですね。中国はそれを手に入れたいんです。ただどうしてもこの太平洋に出るには日本、そしてフィリピン、この2カ国、このラインを通過していかなければならないのが中国なんです。この日本、フィリピンを通過した途端にそれは公海上になります。音がめなく潜水艦が沈められる現状にあります。何としてもこれを防がなければならない。まず手始めに中国は尖閣諸島、そしてフィリピン、またベトナムと領有権を争っております南沙諸島に牙を向けてまいりました。この牙城が崩れますと、中国はさらに先に進んだ、まさに太平洋に出ていってしまう現状がございます。平和安全法制を整えることによりまして、しっかりと日本はその守りを固めていかなければならない。これは世界平和のためなんです。中国本当に大きくなりました。ただですね、今段階ですぐ脅威があるかというとそういうわけではございません。ただ政治、20年30年先を見越して政策を打っていかなければなりません。反対されている方の多くは今の現状を見て反対されていると思いますが、20年30年後この法案が成熟したときにまさにその成果が出てくるのでございます。しっかりとその辺を見極めながら、ただですね、しっかりと実情も合わせていかなければなりません。安倍政権は海外反対に対し国会の合意もしっかりと取り付けなければならない、大変厳しい、そういう制約を設けております。そこになかなか焦点が当たっていないのが現実ですが、しっかりとその辺は担保されていると私は考えております。何としてもこの世界を守るため、今いろいろな不都合な状況が世界では起こっております。平和の安定のためにこの日本が盾となり、またしっかりと中国を牽制していく、そういう役割どうしてもになっていかなければなりません。その辺をですね、ぜひご理解いただきたいと思います。また皆様に本当に興味があるのは市のことだと思います。
今というか昨日私富山の方に行政スタッフに行ってまいりました。富山氷見市というところに本川市長という45歳の市長がございます。私大変熱い市長で感動いたして帰ってまいりました。話しているうちから情熱とまた政策があふれてくる、アイデアが出てくる、そんな市長でございます。選挙というのは4年間なかなかその評価を受けることができません。しかしこの4年間というのは大変長い時間でございます。4年間を取り戻すためには多くの時間が必要。選挙権が18歳以下に引き下げられます。ぜひですね、皆様の興味を持っていただいて、政治に興味を持っていただいて、この草加市の会員を一緒に進ませていただきたいと思います。私も一生懸命市のために頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞ今後ともよろしくお願い申し上げます。会で提出しました平和安全法制でございますが、私たち市議会、議会の中でもこの議論が活発に行われました。そして越谷市議会の中では慎重審議を求める意見書、請願が出されたわけでございますが、これは私たち保守系の議員によりまして否決をしております。越谷議会でもこの平和安全法制は議会を通してもしっかりと成立させていこうと、そういった意思を示せたわけでございます。国会では非常に複雑な質問が飛び交いまして、なかなか国民の皆様にも、私たちも分からない、分かりにくい、そういった内容が続いたかと思います。もっとシンプルにこう物事を考え、この平和安全法制を考えれば、現在日本に起こっている、周辺に起こっている脅威、これを皆さんも感じていらっしゃることだと思います。北朝鮮は核開発を行い、そして実験を繰り返しております。そして中国は軍事力を増強し、そして日本の近海、そして航空圏、空にも頻繁に入ってきている、そういった状況がございます。その中でなぜ今急いでこの法整備をしなきゃならないか、そういった議論もありましたが、実はこの整備に関しては以前より自民党のマニフェストにも載っておりました。そして過去の民主党政権、そして自民党政権の中でもこの法案に関して内部の分裂、そして国民の皆様からの批判を煽るであろう、そういった意見が多く出たことで、なかなかこの整備が進まなかった、それが現実だと思います。東日本大震災の時に政府の言葉から想定外という言葉が何度も聞かれました。しかしもしどこかの国に攻め入られた時に、想定外という言葉は使うことができません。そして私たちは丸腰で身構えているわけにもいかないわけです。常識が通じる国、話し合いのできる世界中の人々、もちろん私たちもそれを期待しているわけでございますが、たった一国でも、たった 1% でもそういった常識が通じない国や組織が日本に脅威を示したときには、私たちはしっかりとそれを守っていく、政治家としても守っていかなければならない、そういう義務が、国民を守っていく義務があると私は思っております。簡単ではございますが、私のお話をここで終わらせていただきます。ありがとうございました。新越谷駅、南越谷駅ご利用の皆様こんばんは。非常に機敏で動けるデブ、越谷市議会議員の浅子隆と申します。自称私越谷市優しい男、かつカンニング竹山にすごいそっくりだと、議会にそういう議員がいると、今ただいま話題沸騰中の新人市議会議員でございます。私の方から、皆様にですね、今回平和安全法制、参議院いろいろバタバタしておりましたが、おかげさまをもちまして、法案成立ありがとうございました。平和について、戦争についてちょっと、お話をさせていただきたいと思います。
日本は、テレビで言われているように戦争をする国になってしまうんでしょうか。皆さん、日本が一番身近に感じている日本に一番近い戦争というのは一体何でしょうか。多分もう日本が他の国を侵略することはない、絶対ないと言い切れると思います。ですので日本で一番身近な戦争、それは他国から武力行使をされる場合、それが日本でいう皆さんが一番心配な戦争なんではないでしょうか。私も議員になりまして約半年を経たさせていただきました。6月の定例会議会でも、平和安全法制に対する慎重な審議を求める請願書というものが、他の他党の皆様から提出されました。そして今回9月も平和安全法制に対して、審議を、行うと、正しい審議を行うという今度は意見書が、他の議員から出されました。しかし皆様の今の言葉の中では、皆様の中では慎重な審議、もしくは審査を正しくやるっていう言葉は非常に耳障りがよく聞こえるかと思います。しかし出された請願とかそういうのは平和に対する訴えの題名でなってます。慎重な審議とかなってますが、その請願の中身についてはですね、全部反対意見なんですね。自民党が今回やってる法案についてそもそも全部反対、自民党が他の国が攻められることを防ぐためのこの法案について全部反対の意見でした。先ほど私が言いました、もし日本が戦争が身近になってしまう場合、それは他国から攻められるパターンが一番多いんじゃないかと、それしかないんじゃないかと。で今回自民党が成立させていただきました平和安全法制については、他国を攻めるような法案内容ではございません。まさに中身を読んでいただくと分かると思います。いろいろ調べていただくと分かると思いますが、他国から武力行使を受けない、他国から日本の利益を奪われない、そのための法案になっております。ですのでぜひとも皆様、イメージだけで戦争が良くない、戦争が良くないとかそういうことではなくてですね、戦争を起こさないために何が必要なのか常に考えていただいてありがとうございます。そして平和を訴える法案の中身だけではなく、本当にですね、平和について何が必要なのか常日頃皆さんご家族と友人などでお話をしていただければなと思っています。私をはじめ自民党の政治家、若手の今いるメンバーもですね、皆さんと一緒に政治について、そういう平和について常日頃、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、常にですね、そういうのを考えられる環境を一生懸命、頑張って作っていきたいと思いますので、ぜひとも今後ともまたよろしく、応援のほどよろしくお願いいたします。すいません、ありがとうございました。埼玉県議会議員浅井明と申します。皆さん、今回の法案が通った平和安全整備法、その法について若い人たちが代わり代わり日本の安全、日本人を守るのは我々である、最も大事なことを若い人たちが真剣に考え真剣に訴えております。ぜひ大人の皆さんも、この国が永遠に平和が続くためには若い人が真剣に考えている、この現実をしっかりと受け止めていただきたいと思います。先月までの国会は特に一番混乱させた原因は何か、世界中どこにも存在してない戦争法案、戦争法案と言って騒いでいた政党であります。そういう法案はどこにもありません。日本の正式な法案は先ほど述べたように平和安全法整備法案、平和安全保障でありますにもかかわらず、意図的に
戦争法案、こういう政党がありました。しかしながら国民は法案が通った後に自分たちの国は自分たちで守ろう、このように多くの日本国民は変わってきました。その一つが今朝の新聞各紙にありますように、安倍政権を支持する、だいぶ支持が上がってきておりますが、支持があるからないからそういうことではなくて、物事の真実、本質、実態、こういうものをちゃんと分かってきたということであります。そしてあと若いお子さんたちを持ったお母さんたちが、日本が徴兵制を引く、こういういい加減なことを言ってる人たちも今や全くそうではない、どの国も徴兵制を引いている国はお隣韓国以外ありません。韓国はなぜ2年間徴兵制をしているか、お隣の北朝鮮との間では休戦協定、戦争が終わってないため休戦協定ということでありますので、万万が一に備えて徴兵制を敷いている、もう全世界で徴兵を敷いているところはない。ぜひそういうことを訴えてたどっかの政党は嘘を訴えてたというふうに切り替えてください。そして安保平和安全保障法の審議が短かった、衆議院委員会で118時間、参議院で100時間以上、合わせて200時間以上の安保法案に対して審議をしていた、手順と手続きと十分な議論はした、したがってこれは民主主義の制度に基づいてきちんと決めた法案である、これもぜひ理解をしてください。そして一番大切なのは自分の国を守る国民ほど世界から尊敬される、日本もやっとそのような本当の意味で国際化の中で素晴らしい国に今なるという、そういう国にいよいよ出発したということでございます。ぜひお子さんのいる皆さん方、今回通していただいた平和安全法整備法は皆さん方のお子さんのためにも、お子さんのためにも、この国が戦わずして平和を保つための法案、戦わずして平和を保つ法、このように理解をしていただき、ぜひ子どもさんたちにもこの法はみんなのための法なんですよ、平和安全保障法、そういうことをぜひ伝えてください。それが今皆さん方が唯一できる正確な内容の法でございます。新越谷、南越谷の皆さん、ご清聴ありがとうございました。若い人に引き続き声援応援をしてあげてください。ありがとうございました。皆さんこんばんは、お仕事お疲れ様でございます、大変お騒がせしておりますけれども、ただいまご紹介いただきました野口でございます。教育そして子どもたちの、仕事をさせていただけている立場から一言ご挨拶をお話をさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。実は先日ある保護者様からこんなご相談をいただきます。中学校に通っている息子が学校から帰ってくるなり、お母さん、戦争法案可決されちゃったよ、俺たち徴兵されちゃうんだぜ。息子がこんなことを言ってきたんですが、先生本当のところどうなんですかというお話をご相談をいただきました。なるほどというふうに聞きながら、テレビでですね、安倍総理ももう防衛大臣も
そんなことはないよというふうにはっきり言ってるんですから、もう徴兵なんていうのはありませんよっていうふうにお話をしたところなんですが、実は実はこの問題、大きな問題が隠れていると感じました。まず一つは若い痛い気な子どもたち、何も知らない子どもたちに不安を煽るような誤解を与えるような振り調をしているのは誰なんでしょうか。戦争法案なんていうのはありませんよ、ありません。私も3人の子供を育ててまいりましたけれども、どこに自分の子供を戦争にやりたい親がいるでしょうか。大反対ですよ。ところが方や若い子供たち、何も知らない青年たちを戦争法案反対だよって言って巻き込んで、そこを拠り所にしているようなところ、非常に危機感を感じております。そしてもう一つは、そのお母さん、まあ、私も含めてこの安全保障法、非常に複雑で難解で難しいところがあるのも事実です。果たして議論が尽くされたのか、説明が尽くされたのか、なかなかそこの部分にはクエスチョンがあるのも事実だと思います。私の友人にも韓国の友人、中国の友人がおります。一緒にお酒を飲みながらこんな話題を振ることもあるんですが、隣同士の国なんだから仲良くすりゃいいんじゃないの、まあ、これ日本人の気質なんでしょうか、ことなかれ主義、それとも私の性格なんでしょうか、そんなお話をするんですが、それぞれのお国柄、それぞれの立場、なかなか相まみれない部分もございます。しかし、しかしですよ、漁民の皆さんが漁をしに船で沖に出ていくと、大きな軍艦のようなものに脅かされてしまう、日本固有の島が隣の国に占領されちゃってる、はたまた私の娘息子と同じぐらいの子供たちが拉致をされて、もう何十年も生きてるんだか死んでるんだか分かんないような状態、そんなことをしたらもう日本は黙っていませんよというのがこの法案なんじゃないでしょうか。抑止力なんですよ、抑止力のための法案なんです。それを私はお母さんによく説明をさせていただきました。どうか私どもが応援しているこの菊原代議士、埼玉3区の代議士ですけれども、国会議員の先生方にも今後この大事な大事な大切な法案を、法案というのはもう法律ですね、法律をしっかり議論を尽くして平和に活用していただく、これを切にお願いをいたしまして、私から次の菊川田代議士、若者の会の会長滝田さんにバトンタッチをしていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。皆さんこんばんは、菊川田仁若者の会代表を務めております滝田と申します。本日は平和安全法制賛成の立場から少しお話をさせていただきたいと思っております。私は戦争反対だから平和安全法制に賛成をしております。今日本は戦後70年、1920年の8月15日終戦終わってから北方領土は取られ、竹島は侵略され、拉致被害者はなかなか戻してもらえない、そして東シナ海、尖閣諸島は取られかかっているという状態になっております。これが平和国家と言えるでしょうか。それが平和憲法と言えるでしょうか。今の日本の憲法は戦後 GHQ の占領下で作られた憲法で、その中で自衛隊を創設し、日米安保協約を作り、 PKO 国連平和維持活動を行いながらですね、少しずつ憲法解釈を変更してなんとか今の日本を保ってきている、そういう状態のように思えます。中国を見ますと、建国60年の中国ですが、
チベットやウイグルを侵略し、北はソ連、南はインドやベトナムと戦争をし、そして今東の海、南シナ海や東シナ海に進出、侵略を始めております。滑走路を作り、潜水艦の基地を作っております。そんな中国にどうやって対峙をしていけばいいでしょうか。武力を持たないことが平和への道だという人もおりますが、私はそうは思いません。チベットを見てもウイグルを見てもクリミア半島を見ても、しっかりとした備えをしなければ、誰かが助けてくれるということはなかなかありません。古代ローマの格言でも、平和を欲すれば武力の戦争への備えをしようという格言がある通りでございます。だからこそ今回の平和安全法制、切れ目のない安全保障体制を作るための平和安全法制に私は賛成をしておりますし、もしまだまだ切れ目あるのであれば、さらにいいものに変えていかなくてはならないというふうに思っております。以上、平和安全法制への賛成の意見でございました。どうもご清聴ありがとうございました。新越谷駅ご利用の皆様、大変お騒がせをいたしました。以上をもちまして、川田仁志演説会を終了とさせていただきます。なお本人につきましては、途中ご挨拶にもございましたが、本日より外務大臣政務官を拝命しております。そのためここにこの場にいないことをお詫び申し上げます。誠にご清聴ありがとうございました。